ランディ君人形？ああ、そりゃレナのツボだわな。レナがサトコやリカちゃんをお持ち帰りしたくなるのはわかる。だが、ランディ君人形だけは理解できないぞ。あんなメガネ親父のどこがいいんだ。そりゃレナに直接聞けばいいじゃん。どうせだって可愛いんだもんしか言わないだろうけどさ。レナはよくあそこ工事現場のとこへ宝探しに行くのか。ちょくちょく見に行くって言ってましたです。しかし年頃の女の子がゴミ漁りね。レナが楽しいならいいんだと思いますです。あそこはなんだよ。ダムの工事現場だったのか。何年か前に中止になっちゃったけどね。みんなで力を合わせて戦いましたです。そうそう、何しろとんでもない話だったんだよ。ひなみざわが丸ごとダム湖に沈むことに一方的になってさ。ごめんねごめんね、待たせちゃったかな。かな、申し訳ありませんわね。ケイツさん、お化粧直しに時間をかけちゃいまして。さあとこ、便所には溜めてから行け。一気に出せて楽で早いぞ。キャッ、花も恥じらう乙女になんて口の利き方。さてと、今日は快速にのっとり部員の諸君に是非を問いたい。彼前原圭一君を新たな部員として我らの部活動に加えたいのだが、いかがだろうか。レナは異議なし。人民風情が私の相手を務められるかしら。僕もサトコも賛成しますですよ。全会一致おめでとう前原圭一君。君に栄えある我が部への入部試験を許可する。順を追って説明しろ。俺はまだ入るとは言ってないぞ。何の部活だ。我が部はだな、複雑化する社会に対応するため活動ごとに提案される様々な条件か。時には殉教、あるいは逆境からいかにして。レナは弱いからいじめないでほしいな。仲良くやろうね。レナさんは甘えてますわ。弱い者は食い尽くされるのが世の常なのでございますわよ。つまりみんなでゲームして遊ぶ部活なのです。先に断っとくけど、ままごと遊びみたいなレベルじゃないからね。一生いっぱいに命がかかってるくらい本気でかかった方がいいよ。楽しくやれればいいじゃないか。そう凄むなよ。快速第一条、狙うのは1位のみ。遊びだからなんていういい加減なプレーは許さない。快速第二条、そのためにはあらゆる努力をすることが義務付けられておりますのよ。間
ちろん僕も頑張りますです。レナも弱いけどね、精一杯頑張ってるの。よし、俺も本気でやってやるぜ。ケイちゃんに一応忠告ね、レナも結構えげつないからね。難しいゲームはケイちゃんだけに不利だからね。今日は誰にでも分かるゲームにしよう。スタンダードにトランプのジジ抜きはどう？よし、受けてやるぜ。やっぱり罰ゲームがないと燃えないよね。今回はビリに顔面落書きの件、どう？油性じゃないよね。油性じゃないよね。上等でございますわ。じゃあカード切ってみんなに配るね。じゃあ1枚抜くね。ま、終盤になればおのずとわかるし、最初はどうしようもないよな。このトランプ、結構傷物だろ？まさか、みんなにはその傷で、そこに伏せたカードが分かってる？快速第2条ですわ。ケイチさんも勝つために最善の努力をなさいませ。いくつかのカードは特徴的だから、ケイチくんにもすぐ覚えられるよ。上等だぜ。この程度でハンデになると思うなよ。ケイちゃんの手札を右から言うぜ。3、4、9、ジャック、クイーン。ぐわー！ちなみにジジはダイヤの J なのです。うわー！どうカードを入れ替えたって見え見えですわ。上がりですな。鬼だ。こいつらは鬼だ。レナは鬼じゃないよな。ごめんね、ケイチ君。こっちがハートの3だよね。アーガリ。うわー！
ポイントは減点制ね。着順がそのままマイナス点。トータルで一番少ない人が優勝。では、ケイチはビリなので5です。やっぱりさ、綺麗なトランプでやらないとケイチくんに不公平だよ。いいのいいの、ケイちゃんだって男だし、これくらいの逆境は跳ね返せるよね。貧民風情は逃げ帰って涙で枕を濡らすのがお似合いでございますことよ。割れているのは5だったはずです。上がりましたです。欲しいのは7なんだが、これかな。さてどうかしら。聞いてみないとわかりませんことよ。見えた！これだ！ほら、ケイちゃん隠さない。この傷が確かダイヤの2だったよね。あれ、あー、みーちゃんがカード間違えるなんて珍しいね。違う、ケイちゃん、あんた、まさか。を偽装したというですの？味な真似をするでございますわ。ケイチ、一矢報いましたです。やったね、ケイチくん。大前線だよ、だよ。まあ、ビリは確定だけどさ、最後にミオンから1本取れたから大満足かな。この回、仮にケイちゃんが1着になってもトータルビリが確定するんだけど、嫌でしょ。当たり前だ。一騎打ちしようよ。ワンチャンス。勝てたらケイちゃん1位で私ビリの大逆転なんてどう？乗るでしょ。ワンチャンスだと？
ルールを説明しろ。右手のカードと左手のカード、どっちがジョーカーか当てたらケイちゃんの勝ち。今後ろに回した時ジョーカーを抜いたってことはないだろうな。ケイちゃんが負けたら反対の手のカードも交換するよ。それなら OK でしょ。よし、乗ってやる。どっちだろう。ケイチ君、慎重にね。ああ、もちろんだぜ。逆転の大チャンスだ。ケイちゃんは右のカードを疑ってる。じゃあ右にする？右？さすがミオンだよ。え？ケイチさんは何を言ってるのでございましょう。だって左。Cです。へえ。ケイちゃんはどうして右がジョーカーじゃないって確信できるの？右のカードが何かは俺にもわからないさ。だが左のカードがクローバーの7だってことだけはわかる。じゃあ残る右のカードがジョーカーなのじゃありませんこと？必ず左右どっちかがジョーカーという約束でしょ。ああ、左右のどっちかにジョーカーがあるのは本当だろうな。ケイチは勘がいいです。お？リカちゃん、それってどういう…つまりさ、クローバーの7はさっき俺がサトコのスペードの7と合わせて捨てたカードなんだよ。つまりミオンは捨て札を1枚拾って左のカードに重ねている。つまり。そうか、わかった。左のカードをクローバーの7に見せかけているんだね。ジョーカーは左手だ！
初代部長として私も様々なプレイングを見てきたけど、ケイちゃん、あんたはベストだよ。ベストオブザベストオブザベスト。なんだよ、レナ。別に俺はインチキしてないだろ。先生堂々と。リカは慰めるときにしか頭を撫でませんの。ケイチ君、こんなことって。ケイちゃんならさ、ここまで読んでくれると思ってたよ。賭けだった。ケイちゃんがおてんばさんの早とちりだったなら、負けてたのは私だった。ケイちゃんはさ、この負けを誇っていいよ。部長、園崎美音の名において、前原圭一、あんたの我が部への入部を許可する。これにて決着。本日の優勝は私、園崎美音、栄えあるビリは前原圭一。ちゃんが後ろ手で細工したとき、またやるんだって思ってドキドキしちゃった。ケイチさんが正解に触れる直前で止まったときにはかかったって思いましたわ。見事に引っかかってくれましたです。楽しくなるようにみんなで盛り上げましたですよ。お前らみんな鬼だ！人手なし！さーて、ケイちゃんに罰ゲームだね。今日は部活の初日だしね。ソフトに行こうかね。いきなり登校拒否になられちゃ困るし。宝の山か。素
ててる連中もまさかレナに感謝されてるとは夢にも思わないだろうね。あそこさ、ダムの工事現場、なんかあったんだろ？昔。そりゃあったよ、戦いが。座り込みやったり、デモをやったり。自分たちの土地がダム湖に沈むんだもんな。俺だって戦うだろうな。役人どもは本当に一方的だった。偉そうで威張ってた。金で解決できないと悟ると、あらゆる嫌がらせをしてきたんだよ。いやらしい奴らだった。よく勝てたな。相手は国だろ。村長や村の有力者たちがね、方々に陳情した。東京にも行ったし、いろんな政治家に根回しもした。そうしてるうちに計画は撤回されたんだよ。私たちの完全勝利だった。暴力沙汰とかにはならなかったのか？傷害事件とか殺人なかった。それ、うちに帰るまで消しちゃダメだからね。わかってるよ、消さねえよ。ケイチ、お父さん大変そうだからそっとしてあげてね。またアイデアに詰まったわけ？今回は締め切りが重なったからね。お父さん充電期間がないと大変だから。家の中をうろうろしないで、表に散歩でも行った方がアイデアが出るんじゃねえの？今回は生活空間がテーマだから、お父さんこの家をモチーフにしたいみたい。ケイチ、部屋の中を少しは片付けなさい。みっともないぞ。ごめん、後で片付けるよ。ケイチ、お夕飯までまだ時間があるから、表でも散歩してらっしゃい。じゃあそうするかな。
次の部活の時に恩返ししてもらえるかもしれないしな。よー、レナ。精が出ますな。ケイチ君。どうしたの？こんなところへ。事故発生の緊急通報を受け参上しました。負傷者はどこでありますか？ランディ君人形がゴミ山に生き埋めになっているとの通報でしたが。なんだびっくりした。ケイチ君脅かさないでよ。冗談だよ。レナが一人で困ってるだろうなって思ってさ、手伝いに来てやったんだよ。レナのために。はぁ、冗談だよ。こっちまで恥ずかしくなるだろう。冗談ってどこからだろう、どこからだろう。ほれ、どいたどいた。で、どこだよ、ランディ君は。あ、ごめん。ほら、この隙間から見える？こりゃ本当に生き埋めだな。この山を一人でどけるつもりだったのか？その細い腕で。人形かいいんだもん。お店のランディ君には鎖がついてるけど、これならお持ち帰りできる。はう。どいてろよ、俺がやる。帰って邪魔になるから下がってろって。よいしょ。本気でやるなら斧とかノコギリとかがいるかもしれねえな。もういいよケイチ君、すごい汗だよ。そんな無理しなくてもいいよ。レナのためにやってるだけだ、気にするな。
さすがに休憩、こいつは手ごわいぜ。ごめんね、ごめんね。すごい汗だく。あのさ、ちょっとここで休んでてね。私、家近いから。麦茶とか持ってきてあげるね。便利だって言ったじゃない？それでね、レナ、物置からちゃんとナタ持ってきたんだよ。ごめん。ちょっと、オーバーに驚きすぎたかな。ううん。
そごめんね。ごめんね。最後の針は、そのナタじゃないと壊せそうにない。せっかく持ってきてくれたんだし、明日借りるよ、な。うん。何しょんぼりしてるんだよ。明日にはランディ君が掘り出せるんだぜ。そうだよね。早くランディ君をお持ち帰りしたい。